分一本勝負、まもなく今試合開始であります。両者が握手を行いました。リングの中央、そしてコーナーに分かれます。ここでゴングが鳴らされました。試合開始60分一本勝負の幕開き。なおこの試合は新日本プロレスの審判部長山本小鉄さんがさばきます。さあ立ち上がり、藤波辰爾がまずを腕を持って投げた。ソリタリオが軽快に起き上がります。リストラックの体勢です。バッティランがソリタリオ、まずは2人が軽快なレスリングです。手足の状態になったタイトのヘッドロックに捉えます。藤浪辰爾チャンピオン、藤浪辰爾これは27回目の防衛戦になります。フロントからがっちりとロックしています。フロントからのヘッドロックに捉えましたが腕を切り返しました。トリタリオこの辺返し技非常にうまいものを持っております。トリタリオこの辺の返し技には気をつけたいとチャンピオン藤浪辰爾も試合前語っておりました。両者の立ち上がりです。まずはリストロック、トリタリオです。なおこのタイトルマッチのルールですが WWF 認定の公式ルールによって行われます。まず反則勝ちではタイトルの移動はありません。反則勝ちではタイトルの移動はありません。さあ腕の取り合いだ。バックへ投げた藤浪辰爾グラウンドに持ち込みました。そしてオーバーザフェンスは即座に反則負けとなります。場外は20カウント、エプロンは10カウントで行われます。足を取りましたソリタリオです。トーホールドに捉えます。ステップオーバートーホールド、エルソリタリオです。櫻井さん、はい、まあ、このチャンピオン藤浪辰爾27回目の防衛戦になるわけなんですが、はい、実は目を痛めてですね、はい、昨日の試合を欠場したほどということなんですけどね、はい、まあ、ということは27回目の防衛に非常にキー信号がついたと、はい、いうことですね。そうですね、まあ、特にね、はい、この空中殺法動きが早いね、はい、この空中戦をね、得意にしているその藤浪君ですからね、はい、この場合ちょっと目を痛めてるってことね、このやっぱり距離感をつかむということにおいてね、はい、ちょっと難しいんじゃないですかね。ですからまあちょっとバランスがちょっと悪いですね。はい、はい、まあ、試合前にですね、はい、医師の診断を受けたんですが、はい、とにかく目から涙がこぼれてくるわけですね、はい、それで相手がよく見えないというような、まあ、相当悪いコンディションらしいんですよね。そうですね、はい、まあ、しかしね、はい、これだけ髪のいいね、の選手ですからね、はい、ね、はい、まあ、トリタリオの動きに密着してですね、まあ、私の試合をね、こなしていいんじゃないですかね。はい、古田さん、先ほどタイガーマッチを戦ってですね、はい、左肩口負傷した、エルソラールですが、はい、今控室に私取材してまいりましたけれども、ちょうどですね、今先日のですね、はい、浅川強制時そういったところがですね、はい、治療に当たっておりますがかなり痛そうにですね、うめき声を上げております。それでですね、はい、やはり肩関節のですね、脱臼であるということですね。あ、肩関節の脱臼ですか。はい、まあ、くるくるっと回転していった時にですね、はい、投げに行った時に、まあ、肩口へのいわゆるですね、その負担を逃がすことができなくてそのまま突っ込んでしまってですね、まあ、脱臼したということのようですね。あ、そうですか、はい、先ほど負傷いたしましたエルソラールが心配でありますが肩口の脱臼ということであります。まあ、やはりですね、速い動きのレスリング、はい、まあ、メキシコのルチャリブレといったような、はい、パターンのレスリングの場合には、はい、ああいう脱臼も多いんでしょうかね。そうですね、やはりタイガーマスクのね、はい、動きですね、体の移動がね、あまりにも速かったんですよね。ついていけなかったということもありますね、はい、リング上もサースピーディーな試合展開になりました。両選手がリングに到着、ヘッドしてアストロップ、藤浪辰爾がヘッドしてアストロップ、ドロップキックを披露した。逆にソリタリオがドロップキック、今のね、この藤浪君のね、はい、ドロップキックの失敗などはね、ちょっと距離をつかめなかったですね。さあ、フィアフォーレックロック、足4の手が止める体勢であります。チャンピオン藤浪辰爾、ポジションがいいぞ、ポジションがいい。チャンピオン藤浪辰爾が4の手が止める体勢であります。いや、いい位置ですよ、はい、ソリタリオが苦しがっております。苦しい表情だ。さあ、かけているチャンピオン藤浪辰爾、目の負傷を落ちての出場であります。27回目の防衛成功するかどうか。やはりね、はい、このドロップキック失敗からすぐにですね、作戦切り替えて思い切ってね、突っ込んで、はい、この足取りからですね、4の字に行くと、このあたりはやはり藤浪君のね、まあ、キャリアといいますかね、はい、やはりジュニア世界一のね、この貫禄ですね。そうですね、はい、藤浪辰爾、足4の字固めをがっちりとかけましたが、ソリタリオがうまい体勢でロープサイドに逃れました。WWF ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオン藤浪辰爾対チャレンジャーエルソリタリオの60分一本勝負です。立ち上がり、両選手軽やかな、非常に軽快なレスリングが行われています。リング上、さあ、これでローキック、ローキックであります藤浪辰爾。櫻井さん、はい、まあ、こういうですね、レスラーが、はい、ローキックみたいなのがやられますとですね、非常に屈辱に思うそうですね、レスラーにとって。そうですね、まあ、足もね、蹴られるということはね、はい、
もう相手のそのいわゆるその喧嘩ファイトですからね、はい、もうね、まあ、これはですね、はい、まあ、チャンピオン藤浪辰巳の余裕で相手の心理作戦に出たということでしょうか、はい、そうですね、それともう一つやはり空中戦に持っていくようにですね、はい、やはりこういう形でいいファイトしていった方が、はい、やはり勝機をつかみやすいですね。なるほど、はい、ちょっと藤浪君のね、はい、頭の回復がいいですからね、作戦をパッと切り替えてるわけですよ、はい、肩口に担ぎ上げてそのままキャンバスに叩きつけましたエルソリタリオ。そして藤浪辰巳の右腕と右足を持ちまして逆関節技、関節技に取ろうとしていますエルソリタリオ。それから今度は逆に足への攻撃でありますソリタリオ、逆関節に決めます。今ここでタイトルマッチ試合開始から5分が経過しました。さあ藤浪辰巳の目の負傷が心配であります、目が心配であります。おっと、これから肩逆エビ固めの体勢に入りましたソリタリオ。これが藤浪辰巳3回目の防衛、3回目のチャレンジになります。エルソリタリオ、なんとしても3度目の勝利、今日はタイトルを持ってメキシコに帰りたいと試合前意欲満々に語っておりましたエルソリタリオ。そのソリタリオが今藤浪辰巳に肩逆エビ固めの体勢であります。藤浪辰巳がうまく逃れました。まあ、藤浪チャンピオン藤浪辰巳が、目を痛めているということで、逆に言えばソリタリオにとっては願ってもないチャンスが来たわけであります。サーリングの中央で2人が手四つになった。これからどういう攻撃に出るか、両者チャンピオン藤浪辰巳が左、そしてチャレンジャーエルソリタリオが右であります。がっちりと胸が上げました。すでに両者の上半身汗が光っています。藤浪辰巳がブリッジだ、ブリッジ手四つの状態で藤浪辰巳がブリッジ、その上からエルソリタリオが乗っかります。体重を浴びせかけますがブリッジ潰れません。藤浪辰巳の鮮やかなブリッジ、それからボディシザース、ボディシザースに捉えます藤浪辰巳です。さて櫻井さん、はい、まあ、このチャンピオン藤浪はですね、はい、さっきのシリーズ、レッスントンを下しましてね、はい、事実上のジュニアヘビー級の、はい、世界統一チャンピオンになったわけなんですけれども、はい、まあ、これはもちろんファンにとっては非常に嬉しいことなんですけれども、はい、まあ、逆に言えばですね、はい、ジュニアヘビー級クラスではもう自分が最高峰ということで、はい、目標がなくなったわけですよ ね、 そうですね、ということはですね、まあ、常に追われる身になったということで、その辺のプレッシャーいかがでしょうかね。そうですね、まあジュニアヘビー級のね、はい、もう藤浪君の実力、はい、これはもう人気ですね、これがもう世界のトップであるということはね、はい、これはもう誰もが認めることでですね、これからこの藤浪君の場合はジュニアヘビー級で、まあ、追われる立場を見ることならですね、はい、やはり本格的なそのヘビー級へのね、この進出ということを考えているんじゃないですかね。そうですね、はい、まあ、今日試合前本人もヘビー級への転向をですね、ほのめかしておりましたけれども、現在フロントとですね交渉中であると、はい、本人はヘビー級への転向意欲満々でありました。そうですね、はい、今日はまあタイトルマッチということでね、体を絞ってますけどね、大体普通の場合ですね、藤浪君今大体103キロか104キロぐらいまでありますからね。そうですね、はい、今日はウェイトを落としての、ね、タイトルマッチということですね。まあそれでまあ B 級と言いますとちょっと軽いんじゃないかという声もありますけども、はい、まあルーティンとかですね、練成期が大体105キロぐらいですからね、はい、はい、さあもうヘビー級にいってもいいんじゃないかと思いますね。首4の字固めの体勢でエルソリタリオが藤浪辰巳を締めていましたが、今度は場外に持って込みました。場外戦です。ソリタリオと藤浪辰巳、場外戦に持って込みました。おっと、場外のテストにソリタリオが藤浪辰巳を体を引きました。藤浪は場外にドロップキック、カウントはリング上を数えられています。藤浪辰巳が1回目リング内だ。ソリタリオも早くリング内に戻らなくてはいけません。両者がリング内に戻りました。栄光のリファジオメモリアルをめぐって争われます。この WWF、ね、はい、ジュニアヘビー級タイトルマッチが、ね、非常に普通の状態ならば藤浪君ね、おそらくはドラゴンロケットとかですね、ランチに行ったでしょうね、はい、バックを取りに行きました。ソリタリオ体勢が崩れました。藤浪辰巳の、目の痛めたということで、その方が心配であります。目の状態が非常に心配されます。チャンピオン藤浪辰巳、おっと、これは坂上さん、どういった技ですか。そうです、これはね、相手を痛めますね。そうですね、はい、相手の、それとも両腕のね、関節ですね、はい、チャンピオン藤浪辰巳が積極果敢に新しい技私どもまだ見たことのない新しい技を仕掛けました。チャンピオン非常に積極的であります。そしてこのまま、おっと、両者が同じような格好、両選手の足ががっちりと絡み合っています。さあ、こちらはね、この両足首にね、はい、この張り込む力が入ってるわけですよ。この場はエルソリタリオが取りました。チャンピオン藤浪辰巳、その藤浪辰巳に今度は
クビエのフロー攻撃ですか。フロー攻撃に行きました。エルソリタリオ D リフトです。フライタに D リフトを見舞ったチャレンジャーエルソリタリオ。長い時間経ちますと桜井さん、チャンピオン藤波辰爾、目の状態が良くないだけに苦しくなりますね。そうですね。早く勝負をつけなくてはいけません。さあロープに振った谷が出る。ショルダースルーです。ドロップキック、これは空を切りました。おっと逆にソリタリオのドロップキック、場外に転落したのはチャンピオン。それからプランチャー、プランチャーだ。チャンピオン、いや藤波辰爾危ない。ソリタリオがプランチャーを見ました。直撃、チャンピオン藤波辰爾を直撃。両選手は大の字であります。チャンピオン藤波辰爾危ないぞ。いち早く起き上がったのはソリタリオの方であります。共に食ってしまいましたね、はい、リングアウトではタイトルが移動します。リングアウトになってはいけない。チャンピオン藤波辰爾早く戻らなくてはいけない。さあここでローリングがコールド。さあどうだ、さあどうだ。ソリタリオブレンバスターの体勢です。ブレンバスターチャンピオン危ないぞ。さあそれからセカンドロープ、セカンドロープを利用してプランチャー、プランチャーに行きました。これはね、チャレンジャー藤波くんが読みましたね。はい、藤波がですね、今足が逆にですねソリタリオの首筋あたりに決まってましたね。そうですね。さあ両選手の動きが非常に鈍くなった。両選手とも成功に使い果たしたか。さあチャンピオン藤波、ブレンバスター、ブレンバスターであります。チャンピオン藤波辰爾、ソリタリオは大ムーチャー。さあ決まるか。まだ決まりません。この千円コロシアム1万3500人と大観衆が見守る中、両選手熱い攻防だ。チャンピオンドラゴンロケットだ。ドラゴンロケット、ドラゴンロケットが決まった、決まった。これはね、もう完全にね、日本の感覚でいったんですがね。そうですね、本当に決まりましたね。はい、オリタリオ場外の鉄柵に背中を打ち付けました。ゆっくりとリング内に戻ろうというところ。ロープ越しにチャンピオンブレンバスター、またもやブレンバスター、すごいブレンバスターの応酬になりました。ホールド大勢、決まった決まった。若きチャンピオン藤波辰爾、27回目の防衛に成功しました。いやー桜井さん、はい、それにしても両選手素晴らしい攻防でした。そうですね、はい、まあ、あのソリタリオもね、一歩まで追い込みましたがね、はい、もう一つもね、やはりパワーでね、藤波君に、負けてましたね、はいはい、藤波君の底力でしょう。そして、はい、今ソリタリオがチャンピオン藤波辰爾の手を高く掲げました。お互いの健闘をしてしまいました。両選手であります。結構のリバジオメモリアルを巡って行われたこの WWF ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオン藤波辰爾が、あの最初のブレンバスター合戦の末、ドラゴンロケットなどを見舞って結局は体固めで破りました。12分ちょうどで藤波辰爾がエルソリタリオを下して27回目の防衛に成功したわけであります。リング上では認定書が送られております。エルソリタリオの挑戦を受け勝利を収めましたので、 WWF 認定によるジュニアヘビー級選手権を応援したことを認めます。1981年9月23日日本プロレスリングコミッショナー二階堂進大統領、今認定書が若きチャンピオン藤波辰爾に送られました。もう上半身汗びっしょりであります。そしてリング上では一時コミッショナーに返還されておりましたこの WWF ジュニアヘビーの王者のベルト、このベルトがしっかりと藤波辰爾の腰に巻きつけられました。27回目の防衛に成功しました藤波辰爾。その藤波辰爾にテレビ朝日から勝利者トロフィーが贈られたところであります。おめでとうチャンピオン藤波辰爾。